アマドゥアヒジョはカメルーン共和国の政治家、同国の初代大統領を、1924年、現在のカメルーン北部州ガルアに生まれた。1940年代に政治の世界に入り、1960年にカメルーンが独立すると初代大統領に選ばれ、当時イギリスの信託統治領であった西カメルーンに対して加わるよう呼びかけた。その後、 1965年、1970年、1975年、1980年の選挙でも勝利し、徐々に自らの政党による完全な一党支配を築き上げた。1976年にはその他の政党を禁止している。1960年代にはカメルーン人民同盟からの反抗を経験したが、1970年までにこれを抑えている。 また、1970年代前半には不人気な憲法を制定し、イギリスによる統治の名残を終わらせて統一されたルールを導入した。アヒジョの政策の多くは独裁的であったが、同時にアフリカで最も安定した国の一つとなった。1982年11月4日、アヒジョは健康上の理由により突如大統領職を辞した。辞任をめぐっては、 諸説あり、一般的には、フランス人医師が、虚偽の診察を行ったとされている。なお、公認の大統領には、当時首相であった、ポール・ビアが2日後に就任している。この人選についても、自身のように、カメルーン北部出身のムスリムではなく、南部出身のキリスト教徒であるビアを選んだことが、大きな驚きを与えた。アヒーョの真意は不明だが、健康が回復した後に、 再び大統領職に復帰しようと考えていたか、ビアの公認で首相となった北部出身のムスリムであるブバを最終的な後継者にするため、ビアをつなぎの大統領に据えたという考えが推測されている。アヒージョの所属するカメルーン民族同盟の中央委員会は大統領職に留まるよう遺留したもののこれは断られてしまった。しかし、同党の代表としての残留には同意した。 この時、アヒジョは、ビアを同党の副代表に就任させて、自分の不在時に、党の執務を行うようにしている。1983年1月、アヒジョは、ビアをサポートしながら、国中を回った。1983年の後半、アヒジョとビアとの間の確執が徐々に深まっていった。7月19日、アヒジョは、フランスに亡命した。 ビアはカメルーンに残っていたアヒジョを支持する者らを養殖から外すとともにアヒジョの肖像画を自分のものに変えたり当の歌からアヒジョの名前を削ったりするなどアヒジョの権威を示すシンボルを除去していった8月22日ビアはアヒジョが関与したとされる陰謀は黒されたと発表したこれに対しアヒジョは ビアが自らの権力を乱用したと厳しくビアを非難した。複数の第三国のリーダーたちが二人の仲介を試みたが、和解には至らず、アヒジョは8月27日に党の代表を辞任した。亡命期間中の1984年2月、アヒジョは1983年6月にクーデター計画に関与していたとして、本人不在のまま他の二人と共に死刑を。 宣告された。アヒジョはこの計画への関与を否定した。しかし、1984年4月のクーデター未遂はアヒジョによって進められたと広く信じられている。その後の予定をアヒジョはフランスとセネガルで過ごした。1989年11月30日、セネガルの首都ダカールで亡くなった。ありがとうございます。